中央学院高等学校は千葉県阿弥子市飛ぶ高山に所在する私立の高等学校。1970年に中央学院大学の付属高校として設立、創立者は高くす順次郎。通称は中央学院略称は学院または CGH 本校と同じく阿弥子市にある中央学院大学の付属校で生徒数は約1000名。 一年時は S 特進、進学、スポーツの3コースに分かれる。原則としてコース間の移動はできないが、進学コースは2年次から南関私立大学合格を目指す S 特進コースも選択できる。ただし、成績等による選考がある。S 特進、進学コースは2年次から文系、理系に分かれる。スポーツコースは野球、バドミントン、 陸上長距離男子、サッカー、剣道部に所属する人のみが対象となっている。2013年度より全コース完全集務一過制を実施し、土曜日も授業が行われている。2018年度入学生から全員に、タブレット端末を導入し、IC t 教育を実践している。創立以来、高技として男子は剣道、女子は弓道を週1時間学ぶのが特徴となっている。 毎年11月にはこう技大会が開催される。中央学院大学への付属校、推薦入学優遇制度があり、入学金全額免除となる。また、入学予定者には、大学の特別講座を開講し、大学入学後の単位として認定できる。付属校推薦が内定しても、他大学の平願受験は、可能となっている。例年、 中央学院大学へ推薦で50名超が進学している。運動部14部、文化部12部あり、陸上競技部は男子長距離のみの活動となっている。野球部は2018年の第90回記念選抜高等学校野球大会と第100回全国高等学校野球選手権記念大会に春、夏と連続で初出場したが、 いずれも一回戦敗退となった。ありがとうございます。